ナギ、お前好きなやついないのか。前に北川が言ってたけど、お前結構モテるんだろ。男だけじゃなく下級生の女子にも人気があるし。昔はいたよ、好きな男の子。昔っていつだ。小学生の頃振られちゃったけど。そいつとはそれっきりなのか。向こうは忘れてるみたい。仕方ないよ、他に好きな女の子がいたんだから。でも小学生の時だろ。そいつの気持ちも変わってるかもしれないじゃないか。変わってないよ、きっと。その頃も今もその人の好きな女の子は一人だけなんだよ。結構しつこいやつなんだな。一途なんだよ。時々意地悪だけど、困ってる人を見ると放っておけないの。本人は自覚がないみたいだけど。そりゃ気苦労が多そうな性格だな。不思議な人だよ。